私は沖縄に嫁いで7年目の30代主婦。私の夫大輔さんは ADHD。 今日はこれから夫婦で東京旅行なんだけど、 ADHD 夫との旅行はいつもこんな感じで大変なんです。大輔さん、あと5分だよ。早くしてるよ。早くして。急いでる。靴入れるって言ってなかった？靴入れてないね。靴入れ忘れ物ない？ない。どうしたの？イヤホン忘れた。え？何してんの？メガネ作ってる。忘れた。もうねえ、大輔さん、道こっちで合ってんの？え、わからない。なんで進んでんのかんねえ、ちょっと何買ってんの？時間ないってば。じゃあ走りながら食べよう。そんな。おいしいだろ。そんな夫の障害と夫婦で向き合い続け、楽しく暮らせるようになるまでの7年間が本になりました。固定コメントからぜひチェックしてね。